農家です。ちょっと太陽光に光借りようかなと思ったらめちゃめちゃ曇ってました。農家です。ずっとねご紹介できていなかったペットを早速紹介していきたいと思います。今日はめちゃめちゃな休日なので髪の毛もね化粧もとりあえずした感じなんですが、イベントの時にお迎えした子すぐね皆さんにご紹介したくもなるんですが、慣れてない生態だったのでちょっとね様子見てしっかり飼育できたら紹介しようと思ってたので、って言いながらもめちゃくちゃ経ちました。10ヶ月ぐらいはもう飼育してるんですが、もう本当にねずっと SNS で載せたくて、もう見てほしい可愛さって感じだって我慢しながらやってたんですが、紹介がめちゃくちゃ遅れてしまったので早速皆さんにご紹介したいと思います。ではレッツゴー。では早速ペット部屋へ参ろう。ララ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 。はい、ということでこの子が、いいえ嘘です、これがそのご紹介していなかったこのお家になります。早速ねご登場していただこうと思います。はい、ということで皆さんご存知だと思います、この子が私がご紹介していなかった少し前から飼育しておりますふとあごひげトカゲのハイポゼロの女の子、ザラメちゃんでございます。横目で見てらっしゃいます。この子がね去年の8月末からなんと飼育しておりました。約10ヶ月皆さんにご紹介せずにひそひそと飼育しておりました。多分本当にいろんな場面で言ってたんですけど、なんといっても私が爬虫類に一目惚れしたきっかけがこの子、ふとあごひげトカゲちゃんなんですよね。なのでずっとねお迎えしたいなと思っていて、去年の8月にお迎えさせていただきました。そしてふとあごちゃんってね、もういろんなね鮮やかな赤い子がいたり黄色い子がいたりいると思うんですが、私は一番最初にお迎えするのはこの憧れのハイポゼロがいいと決めていたので、こちらのザラメちゃんにねお家に来ていただくことになりました。でこの真っ白の尻尾、この子のね肌色はこの色が一番正しいんですけれど今ねちょうど尻尾が脱皮終わってるんですけど、体の色はちょっとだけねくすんでますよね。ただ全部こんな感じの真っ白でございます。なんか眠たそうですね。でなんでここまでご紹介していなかったかっていうのは、まあ冒頭にもあった通りしっかり飼育できてね安定してからっていうのもあったんですけど、ハイポゼロちゃん、このザラメちゃんね結構ベビーヤングぐらいの時から飼育していて、最初はこのぐらいのサイズでした。こんだけね大きくなってくれたんですね。なのでちょっとね安定するまではご紹介せずにねしっかり飼育していきたいなと思っていたので、にしても遅いんですがこんなに大きくなってしまいました嬉しい限りです。で私のねザラメちゃんの飼育環境を紹介していきたいんですが、ちょっと汚れてますね。じゃじゃーん、こんな感じのケージです。真っ白を基調とした美しい感じのケージなんですが、こちらはポポのケージさんというふとあごちゃんのためにね作られているケージのオーダーのケージでございます。もちろんふとあごちゃんを飼育するための最高の空間なんですけど、他のね生き物ももちろん飼育は可能です。このケージはワンルームと爬虫類のハチちゃんが紹介されていて、私がちょうどふとあごをお迎えする時にその動画を参考にしてポポのケージさんで購入しようと決めました。すごく細かくね丁寧に説明されていらっしゃいますので、ぜひハチちゃんの動画ご覧になってください。私は今回ザラメちゃんの紹介をしたいなと思ってるので、さらっと紹介させていただきますと、こちらのケージはサイズがねいくつかあるんですけど、私は900のサイズですね。90センチのラックにすっぽり収まるサイズのケージです。でこういったライト類に関してもオーダーで自分でカスタムすることができるんですけど、私はライトソケットが1個直付けのものと、こちらの2種類がこういったものになります。でThank you.
のライトは日光浴をねなかなかさせられない方とかにおすすめということで、この2つで日光と同じぐらいの紫外線量が放たれているということでこちらに決めました。ちょっと汚れてるんですけど、このね真っ白の大理石調のフロアマット、これは私がホームセンターで選んできて貼り付けました。もともとがねベージュに近い優しいお色味ナチュラルカラーのフロアマットをね設置していただけるんですが、今回は、そちらをつけてもらわない状態で作っていただいて、この子が真っ白の双子ちゃんなので真っ白が映えるような白い大理石調のものを選びました。なのでこんな感じの真っ白の空間を作り上げることができました。でこの子が今ライトを当たりに行ってる、この持たれているこちらの木のアーチがめっちゃ見てる、ハチ神戸さんで購入したもの、そしてこちらもハチ神戸さんで購入したデカ恐竜です。これはもう私の一目惚れで、どこに入れようと思ってて、その当時はねどうしようと思ってたんですが、この子が来てからずっとねこれを入れてて、ちっちゃい時はここに乗ったりこの中に入ったりしていました。今でもここに登っていることがとっても多いです。サッシなんですけど、引き戸扉がこんな感じでついています。これは、アクリルなので重くないし割れないということで、まあ、傷はつきやすいんですけど、リペアも販売されていたり、ホームセンターで簡単にね購入することもできたり、100円ショップとかホームセンターで売ってる焼き網のような網網のものもちょうど入ったりするということで、扉はねなかなかやっぱりガラスって重たいので、私はアクリルのこっちで本当に良かったなと思ってます。そしてこのケージ自体もめちゃめちゃ軽いので、なんといってもこの女性がね片手で持ち上げられるぐらいの重量でいいなと思って、それが結構決め手で購入しました。あとはこの真っ白な感じがねハイポゼロのこのザラメちゃんにぴったりだなと思って選ばせていただきました。あーこんな感じでございます。ただいま体重はねしっかり乗ってきてるんですが、ポポさんとねイベントでお話しして、今はねしっかり胃のトレーニングということで、しっかり与える日と少ししか与えない日を決めて、 300g までしっかり成長するようなちょっと腸活胃活食トレをしております。もう本当にこの真っ白なね光り輝くような双子ちゃんずっと憧れてたので、本当にこの子とね生活できるようになって幸せですし、なんて言ってもやっぱりリクガメちゃんとか双子ちゃんとか野菜を食べる爬虫類というのがうちにはいなかったので、この子が来てねまた新たな爬虫類のね沼に陥っております。そしてこのポポのケージさんはね重ねることが可能で、重ねていけばね上の方はね花壇の上についたライトの温度でヒーターもいらないような、重ねれば重ねるほどお得ということをポポさんから聞いておりますので、もしね双子ちゃんをお迎えすることがあったら、まあちょっとペット部屋のレイアウトは変えなきゃなんですけど、重ねてねまたポポさんにお願いしたいなと思っています。こちら私が栽培しておりますザラメちゃん用のシュクリームレタスです。食べる？さっき食べたからな。食べないか。はい、ということでだいぶ大きくなってからのご紹介となりましたが、私がずっと飼育しておりました双子ちゃんハイポゼロのザラメちゃんのご紹介でした。もうやっと紹介できたので、もうこれからねツイッターもインスタもバンバン載せていきたいなと思ってます。またねこの子に関するいろんな動画出せたらなと思ってますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで以上農家とザラメちゃんでした。バイバーイ。